皆さんこんにちは。ご視聴よろしくお願いいたします。それではどうぞ。上市の町商店街でした。こちらは下市通り。
泊まり、180年ぐらい前、もうどれぐらいですかね、戦前ですからね。そう、野麦峠、うん、懐かしいですね。そうなんです、戦前はそうです、お茶屋としてここがお立ち寄り所みたいな感じ、うん、旅のね、そうですね、うん、なのであのおじいちゃんの前の代の方が、うん、うん、やっぱりそういう風にやられてて、なので戦前からやってますけど、戦時中はあのうどんの県の配給の指定の戦うどん県なんてあったんですか。昔はあの配給ですよね、要は、うん、戦時中の配給の配給、はい、うどんの配給だったんです。そうなんですよね、あの今でいう炊き出しみたいな感じで、あ、ほんとうどん県ね。そうなんです、うどんの県を配給して、岐阜県麺類外食券食堂組合、はい、うどん券、うどんの券ですね。初めて聞いたな。で今あのうちの隣が料亭ですけど、その向こう側は昔の市役所だったんですね、はい、あ、なんか今改造して、はい、そうなんです。それは明治の建物になるので、はい、明治の建物、江戸末期、江戸末期という形で、この3軒でもやっぱ違うんですよ。修繕工事しなきゃいけないっていうのでね、はい、はい、でやっぱりいろいろな方が、うちもそうですけど、あの、はい、上がられたりするので、はい、昔々の作りだと今の手法では考えられない下の土台の作りなんですって。あ、そうですか。そうなんです、ちゃんといろいろもあるもんね。すげえな、これ昔からあるんですか。昔からあって、もう一つは向こう側にあったんですけど、一つは潰してしまって、もう一つだけ。いろいろね。陣屋にもあったな、こんなのも。陣屋はそうですね、昔の。小京都っていうんですか。そうなんですね、京都の街が大好きで、で金森長近っていうんですけど、はいはいはい、城主が、はいはい、その城主がやっぱり京都に似せた町を作りたいっていうのでこの町を作って。あ、そうなんですか。そうです。でね、一回ね、一昨年ぐらいにブラタモリで、ブラタモリ、うん、NHK のタモリさんが見えたんですけど、はいはいはい、あ、ここも、うん、ここあのの通りを、うん、あの見て回られたんですけど、はいはいはい、うちの町のまっすぐ行ってもらった右側にちょうど城跡の石垣が残ってるんですよ、はいはいはい、あ、そうなんですか。そこの石垣の関係で川の流れが分かるって、はい、タモリさんが、タモリさんがすごいですね。あの人結構詳しいですもんね。詳しいですね。地質とか、そうなんですよ。岩石とか、ね、でやっぱりその川が高山にも何個かあるんですけど、その中でもやっぱりこう、はい、真ん中に持ってきたいからって言って地層を変えたんですよ。変えたんですか。そうです、そうです。なので今はここにあの宮川がありますよね、うん、はいはい、でこっちのえこっちがね、えなこ川って言うんですけど、えなこ川っていう川と宮川が下流でつながるんですよ、はい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 、なんですけど昔この川はこっち側にあったっていう話、はい、これがお城の跡なんです。はい、そうなんです。あ、だから水引いてみたいな、うん、そうですね。でこの町の博物館というところにもいろいろ歴史があったりするので、はいはい、もしよかったらそっちの方見られた方がいろいろわかると思います、はい。皆さんご覧いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。